そんな久しぶりでもないですね。2週間ぶりにまた5000やってきてしまいました、ということで勝崎山頂、これは片山ロープウェイ3キロ先にあるということなんでね、今回週末フリーパスを持ってます。そうするとそのね、もう説明しました通りですけど、割引がね半額になるらしいですからね。前回使いませんでしたからね、結構その他の駅のね行く兼ね合いでちょっと難しかったんで、もしかするとここはパタパタソラリーなんですね。今回は迷いませんよ、もうね前回も来てますからね。ただこの2週間で来るところなんかって言うから、疑問はあ、今日は観光案内所も開いとる。ああ、よかったよかった。この前そうですよ。結構もう日暮れてから来ましたからね。どこかで乗り継ぎのお客様、葛城山ロープウェイに乗るには、この前にちゃんと俺乗っとるかな。前回説明したからいいですよね、ここね、2週間ほど前なんで何も変わってないと思いますよ。まあ、過去の動画でもね、たびたび触れてます。日に出ての週末フリーパスとかこういうのがもらえるんですね。桂木山ロープウェイ割引券、せっかくもね、これ4日中発行してますけど、せっかくね、まあ、当たんやったらやはり使わないとね、もったいないじゃないですか。って言って、前回は この5000まで来て使ってなかったわけですけど、ね、どっから乗りゃいいんやろ。一応バスでそっちの方面に行けるらしいですけど、3キロだったら歩いてもいいかな。新宮って言ったら、これは多分あの新宮じゃないですよね。いくら奈良交通ですからね、奈良交通でかって言って、新宮行きってなってても、さすがに、これは行かないですよね、あそこまで。あの新宮じゃないですよね。いやいやいや、待って、戸塚温泉、五条バスセンター、戸塚温泉経由。ってことは、もし反対側が、うん、山手屋から、本当にあの、和歌山の新宮行くんや。あれか、あの日本一長い 路線バスのここ中間駅だったんですね。あそっか、これか。あ、本当だわ、これなんかずっとありますもんね。そうだ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 。問題は桂木山のね、山頂の方行くにはどうしたらいいかなんですよ。五条バス五世紀があって、あった桂木ロープウェイ前88番80系統ってのがあるんですね。あ、これだ、桂木ロープウェイ前開放中。すいません、すみません、改装中ですって、わざわざそんなあの謝らんでも別にいいですよっていう気分ですけど、土日は、桂木ロープウェイまで40分、40分、この時間だったら11時40分とかで来るのかな、今の時間何分、26分、16分待ったら来るみたいですけど、一番乗り場、ここで待っとったら来るみたいですね。これは53系統やから違いますね。53系統は山本。このバスか？この53系統ってことは、あ、じゃなくて普通にこれはこっから大和八木の方だけ行くだけなんですね。五条バスセンターとか行ってますね。これね、後に来るみたいですね。のどかですね。
まあ、サクッと行きたいならタクシーでもいいのかもしれませんね。うん、ただどうなんでしょう。ご当地入場、ご当地入場券発売。葛城登山の記念にいかがですか。最近入場券力入れるところ多いですよね。うん、あとここに出てますね、バス乗り場案内。外川温泉ね、風の森五条バスセンターね。だからね、クジラ、これでクジラって読むんですね。葛城ドープ前方面ね、軍海橋、橿原神宮前駅方面ね、各駅の間をこうつなぐってね、わかりますけどね、新宮駅は動画過ぎてますよね。大清水とか大和宝とかね、あっちの方まで行くやつもあるみたいですけど、で、高速バス大和川新宿方面、新宿、いやーね、地方のローカル駅にしてはですね、ちょっとどの行き過ぎた行き先方向じゃないですかこれ。その新宮駅が、ね、新宿あたりするの分かりますよね、高速バスでね。いや、当たり前のようにしれっと新宮、ちょっと塚原温泉とか入ってるのがね。妙な存在感出しますよね。ちなみに、タクシーで行くと、あ、来山橋がありますね。多少誤差が出ますけどということで、桂木山ロープウェイに行こうと思ったら1490円。まあ、ですからね、私みたいにボツ旅やったらやはり、まあ、バス使った方がいいかなと思いますけど、ですよ、バスだと300円ぐらいで行けるのかな。値段を調べてないですよ。あ、そうや、今のうちにチャージしとこう。私今チャージしましたけど、考えてみたらそもそもここのバスって交通系 IC から使えるんでしょうかね。あ、一応行こうか、書いてあるな、書いてある、大丈夫だ。よし、あとやめ1490円でこっちにどっかに料金書いてないかな。料金はちょっと書いてないんで分かりませんけど、あ、よかった、出てきます。コミュニティバスもあるんですね。5000は5000兆。ちょっとマスコットキャラクターらしいマスコットですよね。何これ、葛城の道コース、あ、キツシマの道コースなんですか。何ですか、キツシマの道コースって何ですか。周辺観光の秋津市もあるんですか。おめえ秋津島好きだったらおめえそれぐらい知っときよって話なんですけど、いや、何もないし、面白いな。ぐるっと回って散策コースになってるんですね。葛城山とは逆方向なのか。南にずっと行ったらいいだというな。南北ですから、あっちの方ずっと行ったところなんや。終戦、観光名所があるみたいですよ。あとこれやな。そうですね。あえて西コースやから。ここに来るらしいですよ。で、さぞかし私、ね、あ、このバスでこう乗って説明してましたけどね、今思いっきりこの季節運行っていうのを忘れてずーっとバス待ってた人間ですからね、2時間近くも来ないバスを。
まあ、せっかくなんで、はい、ということでね、さあ究極の選択でした。これは苦しい選択でした。カズダギさんか、秋津島を選ぶとね、言われたらですね、私は誰を選ぶかって言ったらですね、やはりですね、ここはですね、小倉優ちゃんが選んじゃうわけですよね。はい、じゃあ、先やく、この秋津島ルートっていうのに行ってみましょうじゃないですか。まあ、カズダギ寺ですってなってますしね。あ、で、今の時代ね、何か便利ってね、あのマップね、覚えなくても、こいつでね、今写真撮りましたから、